ちは、さゆるさこころです。今日は皆さんにご報告があります。この度、新しい命を授かりました。先日安定期に入り、今春には新しい家族が増えることになります。今は新しい家族が増えることに夫婦ともども喜びでいっぱいです。最近ゴルフをする姿を見せることができていなかったので、皆さんから多くのご心配をいただきました。本当にありがとうございます。妊娠初期は腰痛がひどかったのですが、今ではすっかり治まり、母子ともに健康でピンピンしています。出産までは母体の安全を最優先します。モデルやゴルフの撮影についてもお医者さんの指導を受けながら細心の注意を払って出演するので、ご安心ください。出産後は体調と相談しつつ、お仕事やゴルフを再開していきたいと思ってますので、これからも応援のほどよろしくお願いします。さゆるさこころでした。